はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビシです。では今回は信長の予防大使パープキット幕末志士転生物語続きをやっていきたいと思います。前回はですね、岸和田城、そして和歌山城を奪って、幕府軍に対してね、こう規制を上げていっていたところなんですが、逆に一撃を加えられて和歌山城を失うという状態になっています。今回はその続きになります。まずですね、今手持ちの軍勢3万山内忠義いるんですが、これを和歌山城の奪還戦に送るのか、岸和田城の防衛戦に回すのか、ちょっと難しいところなんですが、まずですね、岸和田城の防衛戦に向かわせた場合、敵の方に地の利があるようで、戦場上限味方1万6000敵1万9000ということでちょっと不利になります。なのでここは和歌山城の攻撃、奪還の方に兵を出していきたいというふうに思います。まずは和歌山城を取り返すと。で、岸和田城に関しては、ここは一旦籠城戦でいいのかな、撤退させた方がいいんじゃないかという気もするけど、一旦籠城戦にして、先に山内隊で秀忠隊を潰しましょう。ここは確実に勝てる。さあ秀忠、これを討ち取ろう。で、いつものように罠鉄砲水あと前火で敵を確実に減らす、そういう戦い方でいきましょう。で、特に見ずに布陣をしましたが、オール足軽隊か、オールだね、オール。毛利秀元隊371、合ってないようなもんなので、毛利隊は一旦敵の施設の破壊系に回しましょう。何かしら施設はあると思うん で、仮に敵が待ち伏せしていたとしても、毛利隊300であれば、失ってもあまり痛手にはならないでしょうという判断ですね。始めよう、覚悟せよ。敵の居所、早速敵の居場所が分かってるな。ご命令ください、覚悟しろ。さあ敵も動き出している。覚悟せよ。まずは鉄砲水にはまってくれ、しっかりね。覚悟せよ。何、泥沼にはまっている。味方が泥沼にはまっている。あんなところに配置されたのか。うわ、こっちも泥沼にはまってるよ。泥沼にはまって、しかも敵が守っているってことは、逆に敵は数が少ないな。よし、ここは逆に攻勢に出るチャンスだ。味方の方が兵数も多いし部隊数も多いという状況なので、敵が分散してくれているのであれば、こちらも攻撃のチャンスと見て一気に畳みかけましょう。よし、前火もはまった、いい感じだ。ここまでは完璧にはまってる。敵が分散しているこの隙に敵の部隊を改装させる。格のさ、思い知るがよい。容赦はせぬぞ。敵が戻ってきたときには、さらにね、部隊数で有利になっているという状態を作りましょう。我らがかかれ。なので集中攻撃を浴びせて、ちょっとでも早く敵の部隊数を減らしにかかります。やりたい。うわ、参りを食らってむちゃくちゃ減ったな。やりたい、前へ。さあ続いての敵の攻撃目標をどこにするかだな。数が少ない方がいいか、それとも近い敵がいいのか、難しいところですが、太鼓持ちをして士気の回復。やりたい、前へ。かかれ、始めるぞ。秀忠が現れたので、秀忠に全軍勢を向けていきましょう。やりたい、前へ。
やりたい、前へ。やりますね。やりたい。で、秀忠が逃げて離れるようであれば、数的に少ない敵から確実に削っていきます。やりたい、前へ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。もう陣形も何もあったもんじゃないですけどね、ここまで来ちゃうと。覚悟してもらおう。さあ、あとはじゃあ秀忠の陣に突貫を仕掛けていきます。やりたい、前へ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。もう武将の質量ともにね、幕府軍が圧倒してるんで、なんとかね、秀忠を戦場で打ち取りたいところですけどね。やりたい、前へ。勝利の光が我が道を照らしている。さあ、武将は従わない者は処刑する。よし、和歌山城を取り返したね。じゃあ和歌山城を取り返した部隊はこのまま一旦和歌山城で駐留しましょう。報告いたす、先月の収支です。ご命令。で、和歌山城には忘れないうちに武将を入れましょう。まあ、戦える武将が必要なので、高知城にいる木下、さらに森、松平信綱、3人を入れます。承知いたしました。で、どうする。岸和田城の奪還作戦に兵を割くかどうかというところですかね。あとはここに関して言うと、兵数1万だとしんどいよな。とはいえ集結するにも周りの兵も多くはないので、やっぱりここは一旦幕府と和睦したいけど、できる？できないな。心中以外の選択肢がグレーアウトされてますね。いや、このまま出して岸和田城が落ちるのを 見届けるしかないのかな。水攻め食らってるよ。で、島津軍の中村半次郎隊3万8千が、福沢諭吉地隊と上市城で合戦。これは勝ってほしい。諭吉隊が勝つのか。いやー、厳しい戦いが続きそうだな。先月の収支です。あそこは中村半次郎隊の方が倍の軍勢があったんでね、当然、勝ってくれるものと信じたんですけど、八つ橋城が逆に狙われてるね。防衛戦を展開できるのかな、岸和田城。うまく防衛戦を展開できる兵力を集められれば、2万の兵が集められるね。これでなんとか防衛戦を行いましょう。で、中村半次郎と諭吉、ここで再戦だな。諭吉が勝つ。八つ橋城が落ちるんじゃないかな。うわぁ、そして岸和田城が間に合わなかったか。八太郎が、八太郎が死んだか。後の三菱財閥を作った男、八太郎はここで死す。
が領内に敵が迫っています。和歌山城に4万2000か、きついぞ。4万2000は、4万2000は本当にきついよ。洲本城にも4万、ちょっと待ってくれ。手を打ちましょう。いやー、ちょっとこれ本当しんどいな。こうはしたいけどこうはできないし、いやー、ここは和歌山城を捨てるしかないな。参ります。そうだろう。手を打ちましょう。そうだよな、ちょっとそれしか手がないわ。まずは山内忠義隊を洲本城に出して、洲本城を確実に守ろう。最前線を洲本城に下げる形ですね。だから、いや、苦労して取った和歌山城と岸和田城を失う形になりますが、しょうがない。そして土井も死ぬか。主力武将の土井が報告いたす。先月の終始です。表情を始めよう。これにて表情を終わる。いや、なかなか厳しいな。そしたら間に合わないかもしれませんが、準決勝。まあ、そもそも使えない可能性もあるからね、武将の到着が間に合わずに。待機します。後藤庄次郎対2万敵4万、ここをなんとか勝利に変えたいけど厳しいかな。まあ、罠をしっかり配備しましょう。で、あと埋尾。で、軍施設はのろし。こんなとこかな。味方は鉄砲が3、騎馬が1で、残りが足軽ですね。覚悟してもらおう。さあ、なんとかね、この5000の兵力差をひっくり返しに行きましょう。早いね、敵の射撃が早い。射撃が早いよ、早すぎるよ射撃。油断したか。いや、油断なんかしないよ、結構警戒してるよ。覚悟せよ。まあ、エビを食らうか。敵も味方も罠をしっかり張り巡らせているなという感じはしますね。おっと、敵の大将の位置が分かった。ここはもう勝利のために敵の大将に全軍突撃を撃ちしていきます。幸いなことに敵は鉄砲水だ。敵の大将は、ああ、鉄砲水じゃない、鉄砲隊だ。そこにわずかながら勝機がある。やりたい、前へ。
和歌山城も守り、そして洲本城も守るというね、難しいそういう作戦をなんとか完遂しよう。味方も一部隊壊滅するね。やりたい前へ。まさか我らが。ちょっとここで一度変えましょう。敵の大将が逃げ足が速いので、敵の部隊を一部隊ずつ壊滅させていく。一旦引くぞ。で、敵の大将が突っ込んできたらまたそこで変えていきましょう。切り込め。やりたい前へ。こんな感じだね。敵の大将が出てきたら敵の大将に標的を変える。覚悟してもらおう。やりたい前へ。正々堂々。で、敵の大将が引いたら味方が他の部隊に総攻撃を仕掛ける。やりたい前へ。いやー、ちょっと敵に早く追いつきたい。敵の大将のところに叩き潰せ。やりたい前へ。のろし台を潰しに来てるな敵の大将は。やりたい前へ。やりたい前へ。あとここはこのまま勝ちのペースでいきましょう。よし。いや、さすがだ。慶喜が追いつくと攻撃力が高い。今ぞ攻め込め。なんとか岸和田城は守れそう。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。滝川は処刑する。苦しめてくれたからね。和歌山城の防衛がなったので、このままの勢いで後藤庄次郎隊は手を打ちましょう。岸和田城の攻撃に移りましょう。で、洲本城伊藤一等差4万。一等差4万は強いぞ。国衆将兵が入ってどうかという、まあ、ギリッギリの戦いだね。鉄砲水発動する必要あるかどうかだな。いや、鉄砲水は必要だな。いつものごとく。行きます。一等祭を鉄砲水の場所まで引き入れましょう。ご命令ください。1ってなんだよ。始めよう。1って1ってもはやだって、ご命令ください。え、お前一人だろっていう話ですよね。だから、いや、なんなんだよ。1はいらんわ、さすがに。覚悟せよ。参ります。始めるぞ。早いね。敵の居場所を発見します。さあ、ここは鉄砲水と参り、ここに敵を確実に引き込んでいく。早いな。敵の居所知れましたな。この戦、これで終わらせる。
命を。覚悟せよ。参ります。始めるぞ。お命令ください。よし、マイビーにはまったな。マイビーにはまったな。いや、やまったか。かかれ。ゲチオ、覚悟せよ。ゲチオ、あとは始めよう。鉄砲水にはまってくれればよりありかな。知れましたな。ご命令を。命を。始めよう。鉄砲水の方に敵を切り込め。おびき寄せる。攻め立てよ。この戦これで終わらせる。やりたい。前へ。これほどかかれ。敵の居所を知れました。今は引こう。攻め立てよ。今は引こう。バカが。やりたい。はい。叩き潰せ。切り込め。隙を見せたの。さあどうなんだ戦いは。微妙な感じに見受けられるけど。敵の居所知れましたな。命は惜しまぬ。それが我が。よし、こちらも撃って出ましょう。まずは全員出てきている数の少ない部隊、ここから潰していく。その中で鉄砲水が発動すれば一番いい。よし、鉄砲水発生した。で、あと数の少ない人を確実に潰していく。味方も消耗してるけど、まあしょうがないね。さあ、行こうぜ。やりたい。前へ。泥沼にはまった。攻撃負荷まとめてこの数攻撃負荷されるときついな。せっかくの追撃ムードが台無しだ。よし、相打ちな形で壊滅させてくれればいいよ。で解決はいい。やりたい。前。敵の大将を見失っているので、渡辺官兵隊に部隊を集中させましょう。おっと、現れたな一等祭。叩き潰せ。一等祭を見つけたり、全軍に一等祭攻撃をゲチ。一等祭マジで強いからね。ガチンコでまともな兵数、同じ兵数同じ兵種でぶつかっても一等祭に勝ち目はない。このままでは。叩き潰せ。いや、一等祭いるだけでも全然違うよね。叩き潰せ。やりたい。よし、なんとか一等祭を撃破しました。この志決して砕けはしない。いや、もうでもね、バグ軍ね、まあ、はっきり言ってその兵数が無限にあるからね、彼らちょっとこのペースで戦い続けてもしんどいよな。行きます。一度やっぱり和睦して
力を貯めたいとこだけど、こうはできないもんね。島津軍の進撃も止まっちゃってるしね。尾張徳川家、さらに仙台藩、苦しい戦いが続いてるな。政宗はさ、幕府の方に攻撃を集中してほしいよ。はい、ではね、30分経とうとしてますので、今回は一旦ここまでさせていただきたいと思います。まあ、ここ 3,4 回ずっと同じことしかしてないので、もういい加減にしろというね、お叱りのコメントがそろそろ来るんじゃないかなと思うんですが、ノーカットで、ノーカットでというか、まあ、編集はちょこちょこ入れるにしてもね、全部のプレイはお見せする形にはしていきたいと思いますので、すみませんが、皆さんには引き続きお付き合いをお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。